スホは、韓国の歌手、俳優。SM エンターテインメントに所属する、男性アイドルグループエクソ並びに、エクソ系のリーダーである。ポジションは、リードボーカル。作詞活動の時は、SH2O という名前を使用。俳優業では、本名のキム順病名義でも活動している。ソウル特別市出身。血液型は AB 型。仏教徒。韓国語で、スホは、 守護に該当することから芸名には、エクソを守護するという意味がある。架空設定能力は水。背番号の1は、リーダーであることとエクソのスローガン、We Are One にちなんでおり、2013年、グラウル活動期半ばまで7を使用していたが、当時背番号77だったルーハンが、サッカーのクリスティアーノ、ロナウド選手の大ファンだったため、ロナウド選手と同じ。 背番号の7を譲り一に変えた。父は、清金館大学卒業後順天皇大学校で、工学を養成している、キムヨンハ教授、母は教師。4歳上の兄がおり、二人兄弟の次男として生まれる。韓国の早期就学制度により、小学校に1年早く入学しているため、1990年生まれの、死有民とは、同学年に当たる。小学校の時に、 クラスの班長を数回と、生徒会副会長を、中学校では生徒会長を務めた。韓国内でも名門校の集まる、最高の学軍として知られていた江南八学軍に、ある私立男子校、気分中学校で成績が、全校中16位の優等生だった。中学時代はジムに通いながら、ゴルフを6ヶ月ほど習い、発明品腕自慢大会での受賞や、強化優秀賞を受けた。 2006年 SM キャスティングシステム合格。SM の練習生になってからも、練習と学業とを並行させ、高校では、全校50位内の成績を保っていた。2009年韓国、芸術総合学校演劇院演技科入学。2012年、慶広史サイバー大学文化、芸術経営学科編入。歌手という職業に特に関心がなかったが、中学2年生の時に、 偶然、SM 関係者の目に留まりオーディションを受けるよう、進められ、深度に悩んでいたところ、男性バラード歌手なユングオンの持ち歌、後ろ姿を、作詞作曲した、シンガーソングライターのユン・ジョンシンに会い、本当にやりたければ挑戦してみろとのアドバイスを受け、2006年に、最初で最後の挑戦のつもりで受けた SM の、オーディションで、後ろ姿を歌い合格した。 中学3年生だった15歳の頃から練習生生活を開始した。練習生ではあったが役者になりたいという夢も抱いていたため、入試倍率が61分の1である4年生、国立大学の韓国芸術総合学校演劇院演技科を受験し、合格2009年に入学した。入学試験ではロミオとジュリエットを演技した。練習生時代は、 ルームメイトのシャイニーミホと一緒に中国留学を経験、お手本としていたのはスーパージュニアのキュヒョンだった。19歳の時に足を負傷。練習生期間は7年で、エクソのメンバー中最も長かった。ホロスターストリート2012年2月15日公開の予告映像を通じてメンバー中10番目に初披露された。2012年4月8日。 エクソ系のメンバーとして韓国で正式デビューした。2013年アニメーション映画セービングサンタで主人公バーナードの韓国版吹き替えを担当。共演のエピンクチョン・ウンジと共に劇中歌にも挑戦した。2014年 KBS2 ドラマ総理と私に亀を出演し演技に初挑戦。2月から12月まで音楽番組。 SBS 人気歌謡の MC を担当。同年、SM タウンライブソウル公演で、チャン・ミン、キュヒョン、ミンホと一緒に、女装姿で、ボーイズ・デーを組み、ガールズ・デーの、サムシング・ステージを披露した。ミュージカル、笑う男2015年、映画初出演となった、グローリー・デーで、ジス・リュ・ジュンよる、キム・ヒ・チャンら同世代の俳優と共に主演を務め、第20回不惨国際映画祭に、 公式出品される。2016年3月に一般公開され、公開第1週で韓国映画工業ランキング1位を獲得。2016年1月、SM 所属のアーティストによるホログラムミュージカルスクール OZ にハンス役で出演。6月10日、テレビ番組デュエット歌謡祭に初出演。 デビュー以来初のメンバー抜きでのソロステージで一般人女性イセリンと一緒にキム・ヒョンチョルの曲 What's Long を歌いかつて SM のオーディションで歌い合格した後ろ姿の男性バラード歌手なユングオンと対戦した2017年1月 MBC とネイバーのコラボドラマ3色のファンタジーの第1弾宇宙の星がで主演を務めるドラマ OST として昼に出る星を歌い ミュージックビデオも公開された。同年12月からミュージカルザラストキスで主演を務め交代しるドルフ役を演じた。2018年5月、日本のドラマリッチマンプアウーマンのリメイク版リッチマンに主演。質感症を抱える IT 企業社長イユちゃんを演じた。7月から10月にかけてミュージカル笑う男で裂けた口の傷により 悲劇の運命をたどる、主人公、グーインプレイン役を演じる。2018ステージ、トークオーディエンスチョイスアワーズで、最優秀男性新人ミュージカル俳優賞、第7回エグリーンミュージカルアワードで、人気賞を受賞した。2019年8月9日、映画、飛べない鳥と優しい狐で、今年の発見賞を受賞。10月、ジノ監督の短編映画、 贈り物に出演。同年、第4回マカオ国際映画祭の広報大使に任命され、広報大使として、第24回不山国際映画祭のレッドカーペットにも登場した。2020年1月、2018年に上演されたミュージカル、笑う男が再演。3月には、初のソロアルバム、セルフポートレートをリリースし、ソロデビュー。 iTunes トップアルバムチャートでは世界53の地域で1位を記録しタイトル曲レッツラブは音源チャートや音楽番組で1位を記録した5月14日に入隊し4週間の基礎軍事訓練後に社会服務要員として代替服務に就いた模範的で礼儀正しく気の利く性格ザウの名は何時自身を知れジュンミョンという本名には 豆に努力して大きな将軍になりなさいという意味が込められており、俳優活動では本名のキム・ジュンミョンを使っている。英語と中国語を流暢に話せる。趣味はサイクリング、ゴルフ。特技は演技。愛し合おうという意味のエクソのスローガン、サランハジャを提案した。グループの団結力を生み出すため毎週土曜に家族会議を開いていた。リーダーを務めるにあたり、 同じ事務所の先輩である、東方新規のユンホや、スーパージュニアのイトゥクなどからアドバイスを受けていた。両親ともに教育者という家系で育ち、テレビ番組、名簿公開2015では、スホの家が芸能界の金のスプーンか4位に選ばれた。エクソのメンバーからは、スーパージュニアのシオン並みに、金持ちのおむちなと言われている。シオンとは、実家である、 高南区の高低道のマンション居住時に隣人だった。頭脳派、バラエティ番組、脳石時代問題の男に出演した際には、IQ 上1%だけが解ける問題を20秒で解いた。東方新規の、チャンミン、シャイニーミンホ、スーパージュニアのキュヒョン、インフィニットソンギュと仲が良い。韓国芸術総合学校演劇家時代の同期に、俳優ピョンヨハン、俳優、 キム・ジョンヒョン、女優、イム・ジヨンがおり、女優、キム・ゴー・オンは、演劇家の後輩にあたる。2016年6月4日には、キム・ジョンヒョン主演の独立映画、超人上映会の公演を務めた。俳優の友人にリュ・ジュンよる、キム・ヒチャンがいる。元 KBS アナウンサーのタレント、チョン・ヒョンもとも親交がある。1990年生まれの男性歌手エディ・キムは、 中学時代の同級生で、隣の中学校に通っていた友人である。2016年、ユニセフとルイ・ヴィトンと J ・カンテインド・トゥリー・マガジンによる社会貢献キャンペーン、メイク、エイプロミスに、シャイニーのキー、テミン、スーパージュニアのイエソンと共に参加し、コスモポリタン2月号の表紙を飾った。2019年、国連児童権利条約30周年を迎え、 ユニセフを通じて SM 所属アーティストによる記念曲 This is Your Day に参加。収益はベトナムの子供たちの音楽教育のために寄付された。2020年、新型コロナウイルス感染症の拡大防止と被害支援のために愛のみ社会福祉共同募金会に5000万ウォンを寄付した。2013年から愛のみを通じて寄付を行っており、2020年時点で 寄付金額は1億1400万ウォンに達している。主演は役名を、太字で、表記主演は役名を、太字で、表記主演は役名を、太字で表記。ありがとうございます。